回は、タンパク質と筋肉の関係性についてして、骨格筋の働きと筋肉作りのためのタンパク質の取り方についてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。筋肉作りのためにタンパク質は取った方がいいよっていう話はよく聞くと思うんですけれども、タンパク質と筋肉にはどういう関係性があって、なぜタンパク質が必要なのかっていうところを理解しているかしてないかで、タンパク質を取る意味だったりとか取る必要性っていうところの意識が変わってくると思うので、今回はそこにクローズアップしてお話ししていきたいなと思っています。人の体には大小合わせて430種類の筋肉があります。筋肉っていうのは人間の体重の 30% から 40% を占めているというふうに言われています。筋肉って言ってもトレーニングで鍛えられるような筋肉だけではなくて、平滑筋と呼ばれる内臓器官を動かすための筋肉も含まれます。例えば心臓も筋肉ですし、胃や小腸も全て筋肉っていう扱いになります。なのでその平滑筋と呼ばれる内臓器官の筋肉と、スポーツ運動する上でなくてはならない筋肉である骨格筋というものの2つに筋肉は分けることができます。標準的な成人男性ですと、体重のうち約10キロはタンパク質でできているというふうに言われています。でそれぐらい体の中のタンパク質の占める割合というのはとっても大きいんですけれども、そのタンパク質が最も多く含んでいるのが骨格筋になります。だいたい体のタンパク質の約半分は筋肉というふうに言われています。体にとって大きな割合を占めている骨格筋なんですけれども、じゃあ骨格筋にはどんな働きがあるのかというと、ざっくり3つあります。まずは骨と骨、もしくは関節と関節をつなげる役割、そして収縮することで体を動かす役割、あともう一つがエネルギーを蓄えるという役割を担っています。エネルギーを蓄えるというと肝臓っていうイメージお持ちかもしれないんですけれども、肝臓よりも多くのグリコーゲンと呼ばれるエネルギー源を蓄えられるというふうに言われています。骨格筋を強く太くするために、なんで筋トレをするのかっていうところの話に移ってくるんですけれども、筋肉っていうのは1日のうちに絶えず分解と合成を繰り返しています。かつトレーニングによって筋肉を使うことで筋繊維が壊れて、それを修復する直していくっていうことを繰り返していくと筋肉は太く強くなる。でこのサイクルのことを超回復というふうに呼んでいます。壊れた筋肉を前より強く太くしようっていう動きのことを超回復というふうに言うんですけれども、その超回復には筋肉を使うというトレーニングと、あとは筋肉を休ませることももちろん大切なんですけれども、それに加えて栄養がなくてはならない、切っても切り離せないというふうに言われています。でそんな栄養の中でも筋肉の材料となるタンパク質をしっかり摂るということが超回復を促すために重要なので、その摂り方3つのポイントに絞りましたので、これを押さえていただきたいなと思います。腸回復を促すためのタンパク質の摂り方、1つ目は毎食必ずタンパク質を摂るっていうところです。1日に必要な量、運動されている方だったらご自身の体重かける 2g ぐらいっていう風に、自分に必要な量のタンパク質を1日の3食もしくは3食プラスアルファの間食で4回から5回ぐらいに分けて摂っていただくのがおすすめです。特にトレーニング後、運動後と寝る前のタンパク質は特に意識して摂るようにしてください。というのも、トレーニング後と寝る前というのは傷ついた筋肉を修復するために体が一生懸命働いているタイミングになるので、材料となるタンパク質をしっかり摂るようにしてください。2つ目のポイントは、動物性のタンパク質と植物性のタンパク質を組み合わせるっていうのをおすすめしています。動物性のタンパク質のいいところは、良質なタンパク質、つまり必須アミノ酸を豊富に含んでいるっていうところなんですけれども、お肉とかお魚っていうのはその分脂質が多いっていうのも特徴として挙げられるので、そればっかりでタンパク質を補おうとしてしまうと、どうしても脂質の摂りすぎにつながりがちなので、それを防ぐために比較的脂質が少なめな植物性のタンパク質、大豆製品とかそういったものを組み合わせて1日トータルのタンパク質を目指すように食事をとってみていただけたらなと思います。最後3つ目が、これとっても重要なんですけども、食事の基本的なお話になるんですが、何よりもよく噛んで食べることがとっても重要です。やっぱり噛むことが体にとっては食べ物が入ってきたよっていうサインになるし、これから消化吸収しなきゃいけないんだって体が動き出すサインになるので、咀嚼するっていうのはすごく重要になります。
になります。かつ食べ物が入ってくるよっていうサインを体が感じると胃や小腸でタンパク質は分解されるんですけれども、タンパク質を分解するための酵素の分泌が始まって、より消化吸収のしやすい形で体の中に取り込まれるので、しっかり体の材料にするためにもよく噛んで食べるっていうところをぜひ意識してみていただけたらなと思います。では本日はタンパク質と筋肉の関係性についてお話しさせていただきました。後半にお話しした筋肉の超回復を促すためのタンパク質の取り方3つお伝えさせていただいたので、この後の食事からぜひ取り入れてみていただけたらなと思います。せっかくのトレーニングを無駄にしないためにも、この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。